22度、暑っ。いやー、ちょっと暑すぎるな。こんなに暑いんじゃ鳥さんなんかも日陰に隠れちゃうよね。お、いきなりコゲラちゃんだ。葉っぱの向こうに行っちゃったけど、今いきなりコゲラ巻いたんですけど見失った。飛んできた、コゲラ、コゲラが今飛んできた。そこなんだろう、ジョウビタキだ。なんだろう、ジョウビタキだ。かわいいメスですね。撮りましょう。ずっとあそこ止まっててくれてる。かわいいね。一脚用の雲台をちょっと買ってみたんですけど、あそこに来た、いたいたいた、どこの角度でも止まるっていう、なんかジンバル雲台みたいな感じ。ジンバル雲台なのかな。使いやすい、どこでも止まるし、何よりいいのがちょうどここ肩乗せるのがちょうどいいんですよ。見てきますか。いや、これ楽だわ。このままそれに多分なんかいると思うんだけどな。あ、なんかいた。早速いたよ、そこに。あ、そこにもいた。え、マジ？
そうか、細い枝。何食べてんだろう。お、なんだあれ。遠くて。カシナダか。四十から何かいるんですけど、つぐみかもしんないね。つぐみ？なんだろう、つぐみかな。ちょっと反対側っていうか、もうちょっと回り込んでみますか。あ、つぐみだ。ちょっと。めじろさんだ、また。めじろさん。あれもめじろか。今日めじろ多いね。別にこんな枝かぶりなのに目にフォーカス来てる。すごくない？多分つぐみだろうな。つぐみですね。
エナマだ。今日初めてだな。水浴びしてたのかな。え、向こう側にもいる。かわいいね。下にはシジュクラ。えな。今日は暑いもんな。多分水浴びしてたんだ。この下で。こっちにもいるし、結構たくさんいるよ。すごい、エナガだらけ。エナガ、シジュウカラ。ちょっとね、木の陰だけど、カワセミが来た。びっくり。やっぱ駒川の方にいるんだね。おお、飛び込んだ。捕まえた捕まえた捕まえた。どっか行っちゃった。でっかいのなんか捕まえてたよ。セグの席で入る。草しぎ、しぎですね。何しぎなんだろう。ここでしぎを見るのは初めてです。背中結構柄がないよな。セキレイ。何しぎだろう。後で調べて。すごい跳ねてる。跳ねた時に
光で鱗が反射してすごいね、綺麗。